全盲女子の波平丸です。以前の動画で夫との出会いに関するお話をしたんですけど、今回は夫とよく出かける場所についてお話ししようと思います。私たち京都によく行くんですよね。で、目指すところはだいたい決まっていて、大好きな京料理のお店なんですよね。やっぱり私たちが出かけるとなると食べるのがメインなんですよね。まあ昔はね、一緒に観覧車に乗ったりもしたんですけどね。あれは愛媛の松山に行った時でしたね。くるりんっていう観覧車がありまして、いい景色が見られるということで、私は普段景色なんてわからないし、観覧車ってほとんど乗らないんですけど、その時は雰囲気が良さそうだなと思って喜んで乗ったんですよね。夫がすごくテンション上がって、松山のてっぺんだという感じで楽しそうにしていたので、私もそんないい景色なのかと嬉しくなったのを覚えてますね。でもだんだんとやっぱり食べるのが一番だなぁと考えるようになりまして、最近はいつも同じお店に行くようになったんですよね。まあ、新しい場所を開拓するっていうのも結構エネルギーのいることだったりしますしね。このお店というのがとっても落ち着く空間なんですよね。お家に帰ってきたような安心感があって、でここで私の特に好きなお料理というと、おからの炊いたんですね。これはホッとするお味なんですよね。あとカツオのニンニク醤油っていうのも美味しくて好きなんですよね。あとこのお店、お出汁がとにかく最高なんですね。だし巻きも美味しいですし、あと締めのご飯で牛すじだしカレーっていうのも絶品なんですよね。カレーとかつお節の組み合わせって考えたことなかったですけど、すごいなと思って、こんなに相性抜群なんだなと思ったんですよね。もう私、写真を撮ることなんてほとんど頭になくて、食べることに集中してしまうんですよね。今はもう次はいつ行こうかと話し合っているところですね。本当に大好きな場所です。ということで、今回は私たちがよく出かける場所についてお話ししました。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。